はい、トラさん。はい、トラさんです。シール、勝手に剥がれるでしょ、この靴のサイズね。はい。ということで、雨ですね。はい。降ってこないうちに、犬たち頑張ってます。はい。久々にね、チビたちと、ピットチビたちと、野犬チームと入れました。ちょっとの間ね、あのピットチーム、ピーちゃんと3頭でやってましたけど、はい、ってことで、まあ近隣の喧嘩についていろいろありがとうございます。ご心配かけました。ねケンちゃんはもう全然平気です。あ、ひっくり返るよ、またベッド占領。それとリンちゃんがね、ちょっと喉元腫れてる。一発目のね、ケンちゃんが下からガーンと噛んでね、はい、ちょっとリンちゃん首腫れてます。はい、ってことで、両方とも問題なく、ちょっと熱あるみたいですけどね、怪我からのね、別に食欲もありますし大丈夫ですね。はい、ということで、喧嘩についてね、コメントちょっと入ってましたね。決着つくまでこれ大間違いですよ。どうせ殺し合いですよ。まだおとなしい犬飼ってるからそうですよ。それで住んでるんですよ。うちみたいにピットブルとかトサピットとかね、そういうのを飼ってたらね、わかります。止めなダメですよ。止めて喧嘩したことをいけないっていうことを教えていくんですよ。決着ついたら喧嘩しない、これ大嘘ですよ。大嘘。決着もう血みどろになって、もうね、囲碁兼用になるまでもう 半殺しの目にあってもまた喧嘩しますよ。それがいいんですよ。犬の恐ろしさもっと分かってください。止めなきゃダメです。仲裁に入るときね、絶対に素でいうかね、分けるものを持って仲裁に入ってくださいね。そうか、扉で分けるとかね、してください。手で何とかしよういうのは芝クラスまでですね。芝クラスまでやったら首は両方掴んでね、ピッて持ち上げたら喧嘩止めれますけど、芝クラス以上ならね、片手でねもう上がんないんですよね。ピットとかやったらもう上がんないですね、片手でね。で、近隣なんか絶対無理でしょう。だから分ける道具ですよね。棒とかじゃないですよ、殴ったらダメですよ。間にね、噛んでる間にグッと掘り込むものとかね、あとまあいろいろあるんですよね。ロックした場合とかね、ピットブルとかね、闘犬種はね、最後顎ロックしちゃうんですよ。それで相手の犬死んじゃうんですよね。だからロックした時、解除いうかね、顎の開け方っていうのがあるんですけど、まあ棒でこじ開ける方もいてますけど、僕は棒でこじ開けないですね。口の開けさし方があるんですよね。で、それで開けさすとかね、やってください。絶対に決着つくまで見とく、なんかそんな恐ろしいこと誰が言ったんか知らないけど、そんな恐ろしいことしちゃダメですよ。犬亡くなっちゃいますよ。仲裁に入って両成敗、お腹ひっくり返すです。ホル沿いのね、ちょっと前に、ほんま少し前に、ホル沿いが喧嘩するやったかな、ホル沿いじゃないわ、ホル沿いがフルアグレッシブなんか喧嘩するいうので、
僕喋ってます。お腹見せさせて静止ですね、両方ね。で襲いかかって一方的な場合は、襲いかかった方を襲われた方に方の犬のほんと近くで裏返しで静止ですね。それが正解ですよ。絶対にダメですよ。本当に恐ろしいことになりますよ。本当によくありませんか、目がなくなったとか、耳がなくなったとか、そんなんなりますよ。小型犬とかね、そんなんならそんな致命傷にならないですけど、でも目とかね、なくなったっていうの聞きますよ。失明したとかね、そんなん聞きます。だから絶対に仲裁に入るですよ。これ人間で考えたら、よく僕人間で考えるんですけど、人間で考えて兄弟喧嘩、もしくは友達同士の喧嘩で、まあ素手で喧嘩してる場合いいじゃないですか。でもナイフとか持ったらどうしますか。警察電話して止めてもらうかとか、あと自分で何とかするとかしないですか。犬はナイフは持たないけど、もうすでに牙って持ってるんですよね。でめちゃくちゃ強い顎って持ってるんですよね。ですからそれはね、恐ろしいですよ。決着はつく前で、決着ついた後一頭なくなってるとか、エスカレートしたらなりますよ。首なんか噛んでロックしてしまうとね、死んじゃいます、噛まれた方。ですから本当にね、それだけはやめておいてください。大間違いです。仲裁に入ってきちっと教えるですね。それがボスなんですよ。ボス犬は止めますよ。ガーって仲裁に入りますよ。仲裁に入るか、喧嘩仕掛けたりダメな時あったらパーンって入りますね。で犬ってね、バーンって興奮しちゃうんですよね。だからそれ以上の喧嘩になっちゃうと、ボス犬やりに行きますね、逆にね、ガーンってね。でも止めるのが正解です。犬社会も止めます。はい、ってことでチビたち、すごい朝からハッスルですね。なかなかね、ピットの子供も大変ですね、2頭おったら。やっぱり力強いですよ、もう。もう7ヶ月に入るんかな。もうすぐ7ヶ月。めちゃ力強いです。はい。それと、飛びつきとかはね、この子ら、ちょっと、修正かけたら、飛びつきは ないですね。甘噛みも、初めすごかったけど、全然しないですね。なんかすごいいい子言ったらいい子ですね。問題行動今までないですね、この子ら。すごくいい子のようですね。自由にさせる割にはなかなか問題って起こってこないですね。珍しい子たちですね。やっぱりね、この犬たちと入れてるのが一番いいのかなと思う。やっぱり怒られたりとかね、そういうの結構ありますからね、この子らなりにね。ビビって逃げていったりとか固まったりとかしてますからね。それがいいんじゃないかなと思いますね、先輩犬からの指導。なんか問題行動起こんないですこの子ら。いいですね、やっぱり群れってね。もうちょっとしたらね、この子たちも我が出てきて、喧嘩とかなってくるでしょうね。何度かはあると思いますね。
だからその辺気つけてあげてね、やっていかないとね、やっぱりピーちゃんダメですね。なんか動きが激しすぎていつ落ち着くんかなっていうぐらい、だいぶなんでそこに群があんねん。ほんと朝一番にね、この群れたちと会ったらね、仕事がはかどるっていうか気合が入るんですよね。 朝一番に群れで遊んだらね、この後ちょっと遊んでやるんですけどね、いつもね、いいですね、やっぱり群れってね。へい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 、あ、ヒートやったルナちゃん、あのヒートが終わり、あの復活しました、はい、ルナちゃんね張り切ってますね、やっぱりね、昨日に群れに戻したんかな、昨日一昨日に群れに戻したんかな、ですね、ちょっとね、初めやっぱり群れに戻った時にね、やっぱり萎縮しちゃってね、なったんですけど、もう全然普通に戻りましたね、ちょっとやんちゃしてますけどね、レオンが素晴らしいなって言いました、黒い子ね、レオンが素晴らしい、もう今すっごい成長してますね、レオンがね、ほんと、もうほんまビビリで、でちょっかい出しで、1ビリな子と思ってたら結構ね、リーダー格かなって感じになってきましたね、レオンちゃんがね、ビビリはビビリでね、結構ビビリなんですけど、でもなんかリーダー格になってくんちゃうかなっていうぐらいね、成長してきましたね、レオンちゃん、レオンちゃんじゃないわ、レオンくんですね、なんかいい子、はじめはもうねちょろちょろして、ほんまにね影に隠れて、もうなんか悪さしてね、やったんですがね、今なんかすごいいいですね、レオンくんね、なんかまとめ役になってきましたね、いい傾向、カツオと会ってからですね、カツオと群れに入って、カツオを見てレオン学習したみたいですね、かなりカツオの真似しらして、また独特なもんが出てきてみたいでね、いい感じになってるんですよね、レオンくんがね、ほんとね、どんどん変わっていきますね、ほんと面白いぐらいの変わりますね、ってことで今日も一日頑張ります。雨だと思います今日はですね、でもトラさんですから私は、はい、大丈夫です。ってことで今日も一日頑張ります。ありがとうございました。レオン、はい。